はい、こんにちは、録音祭も終わり、また秋田に平穏な日々が戻ってきた今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっと新しいカラー剤がこの度6月から出ることになりましたので、そのご紹介を、ご紹介というか宣伝というかお知らせです。普通の今までの白髪染めですと、ちょっとやっぱり普通のカラーに比べると、ちょっと暗仕上がりが暗くなってしまったり沈んでしまったり、毛先の方とかもちょっと、沈んでしまったりするんですけれども、新しいこのテタオリディーブクリスタルは、従来の白髪染めより明るく染まるんですけど、白髪も、浮かずに、しっかり色が入る感じのカラー剤になってますんで、ぜひ皆さんお試しください。従来の白髪染めより、明るく染められる、その名もオルディーブクリスタル、クリステル入荷待ちです。はい、オルディーブじゃないロレッタのデビルシリーズからシャンプーとトリートメント、パッケージはこういう感じで前と同じようなちょっと可愛い感じの、パッケージで入れ物になってまして、うまい具合になんかこうフックもついてる優れもの、こちらもちょっと最近出たばっかりなので、ちょっと僕はもうちょっと勉強してまた後ほど説明させてもらうと思いますが、備長炭炭シャンプー配合されてますので、すっきりした感じの洗い上げになると思われます。また後ほど僕が撮ります。またお会いする日まで、じゃあねー。